自分の安全と自分の命には危険がありますので、日本に残ることを決めました。必ずあなたを助け出しますから。ニレオトゥマビアマコアトゥケゼメレトゥビオニレニレオトゥセアイヤ。はい、ありがとうございました。はい、どうも、失礼します。ヒレ、センティエレ、オッケー。ヒレ、バーソイじゃん。バーマムソイね。ヒレ、バーマムソイね。ゴー、センティエレ。な？自分の安全と自分の命には危険がありますので、日本に残ることを決めました。まあ、私は日本に残ることができましたから、まあ、嬉しいことはある、嬉しい気持ちはありますが、私のチームのメンバーたちは帰国することができませんでした。でそれで、まあ、彼たち帰国後ですね、チームのメンバーたちに帰国後がですね、いろいろ取り調べとか拷問とか受けられたら彼たちのために心配しています。日本国民と日本政府はですね、これからもミャンマーを理解して、これからもミャンマーを助けてほしいです。当時はですね、この3本の指を取ってたことはですね、とても勇気を持って、自分がすごい心配で不安で指、不安だらけでその3本の指を立ちました。で、今の気持ち、その当時は心配で不安の気持ちありましたが、今はその気持ちではなくて、自分はこれからミャンマーのことを多くの人たちに広めることができることで、自分がスピーアウトすることができることがにはがこれからもやっていきたいです。青山さんに向けてごめんなさいというふうに言いましたが、その中に入って自分は最後の最後まで頑張るという気持ちが現れて、勇気を出して入国管理局にその言葉をかけました。